こんにちは、縁カタローチャンネルです。オリコンの2022年9月19日付の演歌歌謡曲 CD 売上ランキングが発表されました。その内容をまとめてお伝えしていきます。このランキングの集計期間は2022年9月5日から2022年9月11日です。今週は一体誰がランクインしているのか。それではランキングスタートです。第20位、湯の花未練、池田照夫。発売日2022年6月22日キングレコード。第19位、口紅グラス、北沢舞。発売日2022年9月7日徳間ジャパンコミュニケーションズ。第18位、四万十青春ストーリー、レーモンド松屋。発売日2022年9月7日ユニバーサルミュージック。第17位、望郷酒語り、留萌人情港町、松前ひろ子。発売日2022年4月27日徳間ジャパンコミュニケーションズ。第16位、雪の海、三木純子。発売日2022年6月29日定築エンターテインメント。第15位、花恋歌、三山ひろし。発売日2022年1月26日日本クラウン。第14位、誘惑のスキャンダル、瀬口優希。発売日2022年8月24日日本クラウン。第13位、北前船、五木ひろし。発売日2022年5月25日ファイブズエンターテインメント。第12位、水中歌、坂本冬美。発売日2022年5月25日ユニバーサルミュージック。第11位、夢追い人、三山ひろし。発売日2022年6月8日日本クラウン。第10位、諏訪の御神渡り、青い香り。発売日2022年3月16日クマジャパンコミュニケーションズ。第9位、大阪ロンリネス、田中あいみ。発売日2022年8月3日
日本クラウン第8位北国街道長穂雪発売日2022年9月7日日本クラウン第7位渋谷で銅真田直樹発売日2022年3月9日定築エンターテインメント第6位二人鳥羽一郎原田由里発売日2022年9月7日日本クラウン第5位今更ねえ長山陽子発売日2022年9月7日ビクターエンターテインメント第4位一枚の切符竹島ひろし発売日2022年6月15日定築エンターテインメント第3位甲州寺氷川きよし発売日2022年7月26日日本コロンビアデビュー23年目2022年度第2弾シングル甲州寺は原点に立ち返り、またたびものの軽快な演歌楽曲となります。カズ・ツバサ氏の作詞による甲州街道を舞台に恋に破れながらも夢に向かう姿を描いたストーリー。師匠水森英夫先生の手による作曲でデビューから支えてくれているファンの期待に応える作品。氷川きよしの歌手活動休養前ラストシングルです。第2位石狩ルーラン16番地市川由紀乃発売日2022年8月24日キングレコードデビュー30周年を迎える市川由紀乃。タイトルのルーランはアイヌ語で崖を意味しており、丘と崖と入り江で見事な景観が形作られた石狩の壮大な自然を背景に、愛する人を失った女性の情愛と悲しみ、人間の性を静かに時に鮮烈なタッチで描く吉田王子独自の詩の世界を唯一無二の歌声で聴く人の心の深淵にお届けする儚く美しいドラマティック叙情詩。第1位あの日の花吹雪大滝光発売日2022年9月7日日本クラウン新世代歌謡グループはやぶさのクラウン移籍第1弾シングル。今作はメンバー光の初のソロデビュー作品。ソロ歌手名義は大滝光。表題作あの日の花吹雪は母と子の別れと再会を描いた
セリフ入りの演歌作品、カップリングの守られし里縄文寒川は、神奈川県湘南地域にある寒川町の町おこしソング、寒川神社近くで発見された縄文遺跡を題材にしており、神奈川県出身の光が歌います。皆様ランキング入りおめでとうございます。ご視聴ありがとうございました。